2015年6月1日、韓国の掲示板サイトに、このほど、日本は、社会のレベルが高いと言うけど、玄関デモを見ると、むしろ凶暴?とのスレッドが立った。スレッド主は、日本人は、新大久保など、韓国人が多い地域に行って、拡声器で暴言を吐いている。そのせいで、韓国人の店や韓国人観光客がひどい目に遭ったとし、一方で、韓国での反日デモは、日本政府に向けているから、日本大使館前で行われると書いた。韓国では、日本政府と日本人一人一人を分けているけど、玄関デモは、政府も個人も一緒くた。レベルの高い公共秩序に、根っからの攻撃的で野蛮な部分が隠されているのでは?との投げかけに、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられた。日本の国民の意識が高いと聞くと、白々しさを感じる。あれほど清潔好きで親切なはずの日本で、富士山は、ゴミが多くて世界遺産に登録できなかったくらいだ。富士山は得意なケース。日本の街を歩いてみると、驚くはず。一番の落とし穴の新宿でさえ、韓国のそこらの街より綺麗だ。韓国に対しては、新韓も玄関も、ごく少数、無関心が大多数だったけど、韓流ブーム以降は、新韓少数、玄関ごく少数、無関心多数、関心多数、になったかな。日本の国民性は、福島関連の対象を見るだけで、レベルがわかる。日和見の集団主義文化の極致。低レベルだ。日本は、未だに、軍国主義時代の考え方から抜けていない。表向きの秩序正しさや国民の意識は、先進国のようなものではなく、全体主義的な考え方から来ている。日本は、歴史的に一度もショックら新ショックを受けたことがないから、野蛮な気質が染みついている。日本の書店では、玄関書籍がベストセラー。去年の夏まで、7年間日本に住んでいたけど、玄関がひどいと思ったことは一度もない。デモをしてる人を、一般の人と考えてはいけない。玄関でものどこ吹く風、今日も日本に旅行する客で、韓国の空港はいっぱいだろうな。